フラワンダフルライフ。フラワンダフルライフ。皆さん今日も植物の毎日やってますか？全国的に寒波で10年に一度の大寒波でなってるんですね。低温障害がこの中から出るかなと思ってるんですけど、そんな厳しい背中でありますが、まあフラワンダフォーで頑張りたいと思います。はい、はい、あとはまああれですね、他者思いでやるんですけどね、それだけです。はい、ちょっと入荷を今週はちょっとストップしてたともあるんで、ただあのカンパ開けてまた入ってくるし、はい、今あの事前にね、持ってたものもいいのもたくさんあって、ちょっとねコンディションが気になるところなんですけど、今日はまたおすすめのお花を紹介しつつ、毎年一緒でもいいじゃないかと、毎年いい花はいいんだという強い気持ちでおにチャンネルでは発信していこうと思ってますが、いかがでしょうか皆さん。はい、ね、新しいことばっかり言おう言おうとしなくてもいいですよね。普遍的に綺麗なものを綺麗という前置きがあるということはそういうものですね。はい、はい、なんかこんな寒いね、なんか日本はこう寒い時期だし、寒いなんかニュースばっかりじゃないですか。はい、ね、ホットなニュースも欲しいじゃないですか。なんかないですか、ホットなニュース。朝からずっとニュースで日本人の活躍が。日本人の活躍、はい、なんか頭に何ですか、頭によく気が付いてくれましたね。今日は何の帽子かぶってますかね、はい、今日 NBA の、そう NBA の帽子かぶってるでしょ。はい、そう、今ね、あの今やってるプロスポーツといえばサッカーね、三笘君もだいぶ活躍してますけどね、三笘選手も活躍してますが、アメリカでは日本人選手がね躍動してますね。はい、 NBA の方でもう大好きですから、スラムダンクも見ましたからね、やっぱ、はい、はい、バスケ熱が、僕の周りではあるんですけど、はい、はい、NBA、 なんかさ NBA といえば、はい、日本人選手といえば、はい、八村塁選手です。八村塁選手大活躍中でございます皆さん。でこの度こちらワシントンウィザーズからこちらロサンゼルスレイカーズに移籍をしました。おめでとうございます、おめでとうございます。こちらからこちらになった、ね、いいでしょ、旬な話題で。旬な話題ですね。はい、でしょ。これたまたま持ってたんですか。そうですはい、そうです。はい、ウィザーズに、そしてレイカーズね、いいでしょ皆さん。あげる。え、本当にですか。貸してあげる。 ありがとうございます、はい、今日それかぶってやって、俺これかぶってあの、でもね、あのレイカーズにね、これレブロンですよ、38歳、レブロン・ジェームス。もう今年多分歴代1位の得点数に行くんじゃない、200点ぐらいじゃないか、190だ、それぐらいだと思うんですが、それぐらい点取ったら歴代1位の得点数なんですよ、レブロン・ジェームス要するに、ね、もう王者ですよ、やっぱね、ずっと強いレイカーズ、ね、上昇軍団、ここにね、なんと日本人から行くなるとはですね、どんなふうな使い方するのか楽しみですけど、まあ、今まで1年だったらウエストブルックもいますね、結構あの、まあ、チームの状態あんまよくないんですけど、やっぱ、ここで一気に、ね、一気にね、八村が加入したことで、攻撃が集めますんじゃないかという、そういうチーム事情でね、言ってますので、ね、皆さん注目ですよ、WBC もね。中井君がなんかスポンサーでもサポーターに決まりましたね。そうなんですね、はい、なんで WBC は皆さん今回は、Amazon プライムビデオの方で、全試合がご視聴になりますので、そちらの加入を、どうぞよろしくお願いいたします。忙しい、はい、店長のスポーツ情報でした。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします応援しましょう日本人はね、はい、はい、日本人の活躍を応援して、他者思いで活躍を応援しましょう。はい、はい、ということで今日のオニチャンネル、まったね一番言いたいことは言えましたね。はい、なので満足、伝えたいこと、はい、はい、お花のこと、はい、はい、お願いします。わかりました、お花のこともしますかね、じゃあ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、店長、今日は何を教えてもらえるんですか。はい、まあ、今のおすすめといえば、今からのおすすめといえば早春の花です。はい、はい、早春の花といえばマーガレットやそういうね、お花たくさん出てきてますけどね、今日は2年ぶりにしましょう、ね、2年ぶりにしましょう、はい、はい、2年ぶり、2年ぶり、2年ぶりか、2年ぶりにしましょう、はい、ローダンセマム、ローダンセマム、キュンです、はい、どうやってキュン、もう忘れちゃいました、ね、キュンです、はい、2年前やってましたね、やってました、2年ぶりにするんで、はい、キュンです、はい、はい、ローダンセマム2年前もやってるんでね、詳しくはそっちまた見てね欲しいなと思うんですけど、まあ基本的には、もちろん
2年間で品種がガラッと変わるわけじゃないあれなんですけど、良さはやっぱり寒さに強いということとか、花数が多いということ、そうで、そもそも多年草ですよっていうことですね、そして、あとはもう可愛いです、見た目可愛いですね、はい、はい、で育てやすいですね、はい、で、あの冬のこの乾燥してる気候がやっぱりすごく合う、で多湿に弱いので、まあ、夏はもちろんね咲かないし厳しいんですけど、夏をなんとかね、なるべく、湿度を気をつけて来させてあげれば来年も咲きますよという、で買い戻しもできる、はい、という、あの5月ぐらいまで綺麗に咲いてくれるんで、ただちょっとね気をつけてほしいのはね、まあ、これも肥料は大好きなんで、肥料はねちょっと切らさないようにあげてほしいなと思うんですけど、あとはまあ、そんなに気をつけることも少ないんで、なんかね、あの合わせやすいっていうか植えやすいというか、で、単鉢でもいいです、むしろ単鉢がもしかしたら一番綺麗かもしれません、あんまりいろいろ寄せする、単鉢でもいいんですけど、まあ「おみチャンネル」なので今回はどんな風に合わせるかなっていうところなんですけど、ものすごいシンプルに楽しめるんで、誰でもこのね寒い時期でも楽しめるってところをちょっと紹介していきましょうか、はい、ということで、はい、まあ、あの一番多く出回って一番人気あるのかな、やっぱり白ね、アフリカンアイズ、これやっぱ人気ありますね、人気ですよね、はい、で、あの銀葉ね、銀葉の銀の葉っぱ、そしてあのシルバー、え、一緒のこと言ってる、なんや俺全然進化してへんやん、銀の葉っぱでシルバーの葉っぱなんですよ、はい、はい、そしていいですね、はい、そうそう、やっぱそうよ、国際的なんで、うん、銀だけじゃなくてシルバーもいます、はい、あと切れ込みのある葉っぱね、こういうなんていうの、切れ込みがある、切ればアフリカンアイズがあって、あ、プチマカロン、プチマカロンも可愛いですね、やっぱ、ピンクね、優しいピンクの、ね、つぼみの色も若干違うでしょ、可愛いですね、あのつぼみからも見れますよね、はい、そしてアプリコットジャム、アプリコットジャム、ね、あの、昼間しか開かないような品種もあって、そのうちの一つかな、アプリコットジャムとかね、ちょっと夕方と閉じたりするんですよね、まあ、いずれも寒さ強い九州だと全然大丈夫なんですけど、まあ、このマイナス5度とか6度とか言われたらちょっと焼けたりするんで、やっぱり厳しいですけどね、まあ、あの寒波対策の一番のコツっていうのはやっぱり水を多くあげすぎないことですね、水が凍るので、水がなければ凍りませんので、ね、そういう調整はなかなか難しいところですけど、ちょっとそういうのをしてもらうと全然違ってくるんで、ね、まあ、こうやって寒波を乗り越えて元気にね育ってます、はい、そしてね今日ね、ローダンスモードと、はい、相性の良いね、今日はそういう植物もちょっと紹介していきますか、はい、はいはい、葉っぱはね、こうシルバーレースとか、これ、ね、葉っぱ自体がほら青でしょ、はい、合いますね、合いますね、はい、シルバーレースとか、お、なんかちょっと数が少ないから大っぴろげに紹介できるのどうかな、いいか、初恋草もね、すごくね、合うんです、いいですね、初恋草いいですね、はい、まあ、あの、こういった植物に加えて、まあ、今ね、たくさん出回ってますけどね、イベリスとか ね、白は合います、もちろん、アリサムだってよく合いますね、よく合います、はい、どうでしょう、バコパとかもよく合いますね、バコパもね、おすすめでございます、あとプリムラ類もね、ローダンスモードって少しふわーっと大きくなっていくんで、プリムラもどちらかといえば、ね、こう背が伸びるタイプというかね、花首のこう上がるタイプはよく合うんじゃないかなと思うんですけど、合うね、合いますね、合うね、こういうのがおすすめかなと思うし、あともちろんマーガレットいいですね、マーガレットもね、よく似合います、同じね仲間ですから、はい、それに、あ、こ
これ前回のやつでもやったんだけど、レースラベンダーとかのラベンダー類ね、ネメシアとかもいいね、相性かわいい、かわいいですね、はい、あと何だろう、ハーデンベルギアね、よくないですか、まあ今、はい、すいません、皆さんせっかく喋ったのに、ごめんなさい、上品でした、すいません、そんな、何でしょう、上品な組み合わせ、上品な組み合わせ、はい、そんないい発言を僕がこうしたなんて、はい、とんでもないやからやね、とんでもないやからやねということで、たくさんね、合わせやすい植物も結構あるし、まあ一つ頭に入れてほしいのは、ふわーっとこう、ふわーっと大きくなるんで、ふわーっと大きくなるもの、それか完全にその下を潜るって、そんなのが合わせやすいんじゃないかなと思います。で、ふわーっといくもの他にあるとすれば、ディナリアとかもそうやし、なんかアネモネとかあるのか、そういったのとね、すごく相性がいいと思います。とにかく使い勝手がいいし、可愛らしいんで、ローダンスも今一度ここでちょっと植えてみてほしいなと思うんです。はいはい。そしてこの、まあ去年ね、2022年にいろいろ披露しましたね、技を。はい、え、難しくなっちゃう、2年前の動画の時見たんですけど、ちょっと難しいのかなと、なんかあの頃はまだちょっと未熟だったんで、僕もね、20代の時だった。20代じゃないですか。え、なんで、え、30代もう40代、40代、はい、40代か、2年前も40代か、そっか、40代のおじさんが40代のおじさんだったわけね、そっか、まあいいや、はい、うん、まあでも去年さらにこうチャレンジしやすくっていうふうにこういろいろ、してきたんで、それとね、ローダンスマンも持つ魅力と、去年披露した技をこう合わせ持った植え方にしましょう、はい、今日、はい、はい、まずスクエアトライアングル、そしてこのトライアングルを 3ABCD+、 これでいきましょうよ。はい、わかる、興奮したら鳥たちも今、わー、鳥たちも応援してくれてますね。応援してくれてますよ、はい、なのでこれでいきませんか。はい、わかりました。めちゃくちゃおしゃれな簡単な作りますよ、はい、はい、方式通り作れば大成功するわけですね。なのでまず用意するもの、はい、スクエア、はい、スクエアを用意して、スクエア用意しました、はい、で、トライアングル、トライアングル、トライアングル、はい、これトライアングルでいきますよ、はい、真正面のトライアングルでもいいし、ちょっとひねってもいいし、とにかくスクエア、トライアングル、ここにトライアングル、トライアングル、はい、3A、 これでいきます、まずね、はい、主役ですね、主役、主役の型を、はい、こうしましょう、で、はい、で 3A BCD はさっき紹介したものの中から、はい、これイングリッシュラベンダーのアビニオンアーリーブルー、はい、かわいい、いい香り、そうでしょ、全部バキュームしてて、うん、すごいでしょ、すごいです、すごい匂いでしょ、すごいですね、すっごい匂いで香るなっていう、はい、これね、はい、これね、イングリッシュと、はい、せっかくなんでこれいきます、はい、何でしたっけ、マーガレット、マーガレット、モリンバのミニピンク、ミニピンク、ミニピンク、それとこれが EC ときて、アロマンス、ちょっと待って、アロマンスじゃなくて、アロマンスね、多分2年前もアロマンスだったら記憶があるんですよ。お、それで BCD、はい、プラス、プラチナが、プラチナがプラス、プラチナがね、はい、なんかね、ちょっと立ってるプラチナなんですよ、これちょっとバーっと、はい、これが今銀用のこのすごく合うんです、ほら、あ、いいですね、ほらほら、素敵です、超簡単、バリハイで売れる、はい、もう決まりましたね、もう決まったよ、
だからこの先見なくても大丈夫です。いいですか、じゃあここで見たい見たいっていうのが正解やろもう立場からすれば切ります。そんなことない、見たい見たい正解でいけっすよ。はい、これでいこう。はい、これ決まった、決まりです。ほい、お宅のあるとあれなんで、はい、ね、そういう時はね、こういう軽い鉢底石なんかもあります。はい、これどうでしょうかね、今日は。はい、ちょっと大きい鉢で、まあグラスファイバーなんですけど、土入ると重たくなっちゃうと思うんで、これでいこう。はい、23センチぐらいってことだね。そうだね、2センチずつぐらい、はい、はい、の四角、対角でいくとまあ30センチぐらいということは、直径30センチになるのかな。どういう考え方でしょうか。軽い鉢底石ってすごい軽いんですよ、本当に。ほら、いらんことしてんの。はい、軽い鉢底をこう、石をこう入れていきます。そうですね、深いので、まあこれもやっぱ3分の1から4分の1ぐらいは入れますか、ね、はい、ね、まあ、少し入れといて、さらに水はけを、水はけ結構大事なんで、そういう時はね、ピタトスノークを使うって手もありますよ、ね、さらに、さらに大きい方のピタトスノーク、もしくはホコリまみれのピタトスノークをして、こうしてするとさらに水はけも良くなる。少し底上げをして、一番底からだとちょっと深すぎるので、はい、少しだけ底上げをしてこうやって使うってこともあります。はい、併用することもある。併用してですね、はい、これが正しいかどうか知りません。僕は結構やるというんですよ。はい、理にかなってるんじゃないかなと思いますよ。分別もしやすいですかね。そうそう、分別もしやすいんですよ、混ざらないんで、はい、あとね、仕切り板にもなるっていうかね、形なんで、はい、で土を入れます、はい、で肥料はね、言うとにね、まあ、花数が多いので、その肥料が大好きというかね、もうその花数を賄う分のエネルギーがいるよねっていう、たくさんね、ご飯食べてくれるのに、ね、少ないといけないので、マイガーデンをね、はい、今年も入れて、はい、そこから、はいはい、この準備ができていきます。はいはい、そして今日はね、もう一つね、皆さんに朗報でございます。このなんと前ストロボ、あ、違う違う、寝かき棒だ。寝かき棒。はい、この寝かき棒をね。これグリーンギャラリーガーデンズの堀田さんにね、こう紹介してもらったやつ、はい、これすごくいいんですよね。はい、あの時まではね、拾ったペグを使ってたんですけど、はい、それから僕も生まれ変わりまして、生まれ変わりましたね、はい、この寝かき棒、これ鬼塚でも販売することが決まりましたね。はい、はい、2月に入荷予定です。はい、ものすごいいいんです、これ寝かき棒が今日いるんです。今からクリスマスローズの植え替えとかもあったですね、過去動画やってますけど、はいはい、クリスマスローズ植え替えとかしたりとか、ローダンセオンもそうだし、マーガレットとかもあるんですけど、根を傷めないで根をほぐすのに最適根かき棒でございます。これをね、はい、ちょっと今日使ってやってみますけど、これ、はい、これね、ローダンセオンを植えるわけです、ここに、はい、それに今から使うんですけどね、根かき棒ポッと外すじゃないですか。で、蒸れちゃいけないので、中の葉っぱ結構積極的に枝と枝の間に指を入れて、葉っぱつまんで取る、これ結構するんですよ、こうして低い方ね、低いところの内側の奥の方ね。で、こうして蒸れないような対策をまずしますね。はい、はい、これローダンセオンでやってください。必ず低いところね、ここの低いところにある葉っぱ、あんまつけすぎてると多湿になったりするんで、積極的に取るんですけど、取り方としては枝と枝の間に指を入れてつまんで、つまめた葉っぱを取るみたいな、こういう感じ、積極的にね。はい、でこれぐらいすっきりする、これしてな、ね、
全然違います。全然違うでしょ。これで植えるんですけど、これね、ローダーセロンってもうね結構生育期間長いので、根がルーピングしてるでしょ。ルーピングでぐるぐるぐる、はい、ここね、このまま植えちゃうと根がここからなかなか出ていくまでに、ね、時間かかるんですよ。今根の方向ってこう向いてますから、これをね外側にこうなるべくこうね、こうしたいわけですよ。こうしたいわけですよ。止めろよもう俺だってね、止めてほしいんですか。俺だって止めてほしいね。本当ですか、はい、なんでこれをねほどきたいんですよ、はい。まあ、ローダンセモンの場合だと切っても大丈夫なんですけど、うんうん、でもそれでも他の植物の見本になるので、時の見本になるんで、ローダンセモンでやってみたいんです。これほどきたいんです。ほどく、はい、指だとなかなかこうねうまくほぐれない。でこの根かき棒を、まあ、思い出したクリスマスローズの時もやったよね。はい、やりました。このねこの四角に確か斜めにこう入れてください。立てる、斜めに入れて立てる、斜めに入れて立てる、斜めに刺し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 て立てる。あ、今パーフェクトヒューマン。あ、でもこれ、あ、これカーメン君の被った。これ掴んでね。やってたのね、ヒューキャンとか。そうです。はい、でもこうして斜めに入れてね。あ、ほどけてきましたね、一気に。ほら、入れるんです。入れてね、ちょっとね、立てて抜く、立てて抜く。これをね、回しながらやるんです、こうして。そしたらこれね、むやみやたらとこう根を切るんじゃなくて、ほぐしていくわけです、こうして。はい、すごい根っこ。切れても大丈夫だけど、うん、ローダの場合はね、はい、これ切れちゃダメな植物と思ってやった場合にはこういうやり方ですよっていうこと。すごい綺麗にほどけました。ほら、こうしてやるとこの後の根の伸びが、伸長がスムーズにいきますので、ほら。で、上の方もこの先でね、ちょっちょってやればね、すごい簡単にほぐれるんですよ。いい、はい、こうしてほどいてあげてください。はい、すごい簡単、難しそうに見えないでしょ。そうですね、本当にね、それそれできるから大丈夫。あ、美香さんもやってみる今度。それ俺が手元移そうか。そうですね。でも置いちゃった。はい、はい、え、前後ろちょっとありますけど、前後ろ見て、はい、これだけ、これを三角形に、そう、3本、そう、それを三角形にするだけなんです。 3A してみます。さっき、はい、 3A、 はい、もう2個目3個目は美香さんあれですよ。はい、飛ばしてみるか。同じ要領で、はい、同じ要領でね、はい、うん、これ倍速ではありません。はい、リア、え、今倍速じゃないよ本当にね。早いですね。そうなんです。さすがですね。うん、さすがです、ね、さすがでしょ。敵は、そうそうそう、そうよ、園芸界の忍者って言われてる。忍者言われてるんですよ。初めて聞きましたじゃあ言われてないんだと思います。そしてね、土が少ない時は土を足してくださいね。ほぐれてますので、ね、はい、ほい。お兄ちゃんでも進化したよ。ミカさんも進化してからこんな背が伸びてる。茶たつに巨人になった、巨人に、はい。で、あの真正面ここなんで柄があるから、はい、決まってるんだけど、はい、なんとなく分かる。三角形がずれてるの分かるね。はい、あの四角に対して三角形の形をどう配置するかを
少しいじってね、こういう真正面から見たらこうじゃなくて少しこうずらす、ちょっとずれてます、はい、ここが角、角がここですかね、はい、こういう感じ、わかる？なんか急になんか、俺が見上げる感じになったよ進撃のみかんだったよ、はい、で、真ん中にちょっと土入れて、そのプラスの方先行きましょうか、真ん中のプラスの方、はい、はい、これね、何でしたっけ、プラチナもね、分かれるんですよ、これかなり根をほぐしても大丈夫ですから、分かれるんです、これちょっとこうして、分かります？全然分かれるんですけど、今日真ん中に植えるからそんな分けなくていいんですけど、たくさん分かれるんですよ、これ部品が、ほら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 、でこの立ってくるっていうか、ふわーっとなるね、このローダーにねよく合うんですね。そして塊で使いますか、はい、お枝と枝の間にね、ローダーの枝と枝の間にこう絡むように入れられるっていう、いいですね、こう3箇所ぐらい、足元ちょっと固めるか、ゆらゆらしてるんで、まあ、あとここまで来たら、これプラスの方先にしましたよ、BCD の、はい、BCD プラスのプラスの方先にね、ローダンセモムの後にちょっと先に、プラスのプラチナを配置しました、はい、そしてそしてはい、じゃあ後ろ側からいきます、後ろの方から、はい、アビニオンアーリーブルーね、あーいい香り、あとてもいい香りしますね、イングリッシュもね、下の方葉っぱが蒸れてたらちゃんと取ってください、ね、これだったら葉っぱを削り落とします、下の方の葉っぱ、あ事故、ちょっと切れちゃった、ね、挟んでちょっとね上に削ぎ落とす感じで、はい、枝を取って蒸れないようにして、はい、この状態、根鉢がちょっと小さいので土を足して、はい、土を足して枝麦1本折っちゃった、まあ、いいや、折れちゃいました、折れちゃいましたけどいいんじゃないですか、間ですよ、間、ローダンの間、ここで、ここで開けばいいわけですよ、こうしてね、歯組みすればいい、はい、こっちこっちの何します、背が高い方いきましょうか、ネメシア、ネメシアの何でした、グッピー、グッピーかわいいね、あの下の方の葉っぱ今ね、これ蒸れないように処理して、ね、やってます、ほい、どう、きれい、ここが下の方がすっきりね、はい、それは大丈夫、はい、これを今からネメシアもいいですからね、どんどんね、ここ花向きを見ながらね、よいしょ、マーガレットも、マーガレットいきます、はい、マーガレットも一緒で、ちょっと寒さを気をつけてくださいね、この寒波はね、はい、折れた花とかちょっとね、満開の花も明日には花柄になるんで、ちょっとここ取りますけど、取ってこれも一緒ね、ぐるぐる来てるでしょ、マーガレットがね、一番気を使うかな、根っこ的にはちょっとさっきの、ローダンと一緒で根っこを最大限傷つけないようにしながらルーピングした、ね、下根っこを少しほぐすやり方、はい、いかがでしょうかね、新しいこういう技も披露しつつ、新しくないか、活躍ですね、うん、メカ希望、そう、うまく販売に結びつけたいと思惑が、え、思惑も込みのオニチャンネルでございます、はい、
隠しません。包み隠さない。でもクリスマスローズあの根をほどくとき、うん、それ欲しいですっていうのてかないとね無理よ。そうそう指じゃ無理到底無理、ね、あの草花の根っこなんでまだね、ねまあ多年草ぐらいの根っこなんでまだあれですけど、うん、クリスマスローズみたいになってくるとかなりね相手は強敵ですからね、うん、ポットの、ね、ポットを変形するぐらいの根っこじゃないですか、うんうん、ポットの形が変形するぐらい。あうまくできました、はい、どうでしょう。はい、そして最後冷たい、冷たいね、土が空いてます？空いてるよ、よいしょ、うん、じゃあ、一人ね、うん、カウンターどうぞ一人だけ入れました、はい、一人だけ入れましたどうです？はい、お入ったね、入った入ってます、入ってますこんな状態、はい、これで 3ABCD プラス入りましたので土でできましょう。そうね、はい、まあ、土からでもよかったか、ね、回しながらまた土をこの土すくいも絶賛探してるところでございます。探してますね、はい、こうしてね、はい、ぐるーっと言っていきましょう。ぐるーっと大きいのと小さいのと、うん、2種類欲しいですよね。何が？土すくい。土すくいね、大きいのとちっちゃいのね。年季が入っててもなんかあれですけど、はい、ね、大きいのと小さいの2種類欲しいですね。言われる通り、はい、ぐるっと1周入れてください。そしたらいつものようにお金板場がね、こうね、もらえてるのがね、汚いのが嫌なんですよ。ここね、掃除道具が欠かせないです、ね、そうそう、欠かせないです。はい、軽く指を入れる、穴がく、土を入れる軽く指を入れる、穴が開く、土を入れる。もうね、みんなニコニコしてこうやってね、なんかこいつするやろっていうね、ほんとね、それプレッシャーなんですよ、もうある意味パワハラよ、ね、もう真面目にさせちょっと 何かね、ちょっといただかないと、ね、編集的には編集的にそうですね、クロスミスか、はい、はい、一ついただければ、はい、かといったらなんかちょっと喋ったら喋りすぎてられて、ね、あんまり喋られるとちょっとそこまでは求めてないとそうそうそうで、なるほど、ね、軽く指を入れる、穴が開く、土を入れる、ロックンロールもう興奮が収まりませんですね。そうですねちょっと今映し逃しました。もう一回のこれ晒し物やただの興奮が収まりませんあ、でも本当に丸もできるよ。ロックンロール、ロックンロール、これこうするの、わかりますバラードだけど、こういう顔、こうハの字になる、この目の感じとか、ね、うん、こういう感じがしょ、わからないそれかっこよくはないですよね。えそんな顔でしたっけ。いや全然ふざけない、ほんとかっこいいんですって、あの、うん、なんかこう、ここ気持ちが入ったあの、うん、歌い方っていうのがね、これ鬼チャンネルなんですから皆さん、植物の良さを、伝えるチャンネルなんですよ。はい、うん、なのであまりこう脱線したことによって事故が起こしちゃいけないやめときましょうよ。はい、はい、軽く指入れる、穴が開く、はい、土を入れる、はい、ね、軽く穴、あ、軽く指入れる、穴が開く、土を入れる。急に鳥が鳴き止むもんね。泣き止みましたね、完全に呆れて、うん、俺たちの出番じゃねえんだ。はい、あとは美人さん作業を必ず行います。ね、ふわーっとふわーっとこうね、全体がふわーっとこうね、馴染んで出てくるように、ね、全部ね、こう触るわけです。こうして触りながら、歯組み、花組み、ね、優しく優しく、混み合ってるとこないかな、変にこう窮屈なとこないかな、どうかなってこうね。おし、これで完成ですよ、美香さん。これでグラスファイバーのこの四角の鉢に、はい、できました。イエーイ。かわ
愛いですね。はい、いっちゃがり。どうですか、今日も美味しい料理ができましたか。はい、どうでしょう、ね、三角形ね、ローダンセロンが主役で、三角形ね、スクエアの8にトライアングル三角形 3ABCD+ これだけで、なぜこれだけっていうかというと、まあ、ふわっと結構大きくなる植物じゃん、どれも。だからね、これぐらいでいいんですよ。これぐらいで十分こうなります。これ春が見ものですよ、ね。で、しっかり肥料を効かせて、液肥もね、混ぜながらでたまにやりながら、で、大寒波とかって時はね、マーガレットちょっと怖いんで、マーガレット。ここは寒さよけね、少しした方がいいので、ちょっと玄関内とか、温める必要ないと思いますが、凍らないように、マイナスは気をつけるっていうところでやってもらうと、どの花に対しても、なんか痛みがなくて、綺麗なままで見れますんで、少し、まあなんかかぶせるでもいいんですけどね。とにかくちょっと気をつけてほしいなと、この時期は。ただあと2月3月とかあってね、3月は小春日和っていうのかな、違うな、もう春を感じるような天気になってきたら、もうバンバン日当たりのいいとこで、日当たり良くないとダメですよ。日当たりいいとこですね、はい。どうですか、こう皆さんのあれください、お客さんのこう食べログ的な、こうあれ食べログ的な、そうかもしれない。冬感がありつつ、こう春のぽい色、はいはい、冬感めちゃくちゃある、はい、そうですね。店長とも今日でしっかり、はい、ローダンセマムっぽいです。店長も、はい、ちょっと今日は合わせていったんで、僕の方が、はい、ということで、はい、えのじゃない他にも、はい、まあもうそのシンプルに合わせてるの結構あって、はい、どうですか、ちょっと一回り小さいですけどね、鉢なんですけど、いいですね、はい、これもね、これね、3A3B なんです。あ、じゃあ BCD なんですよ。ワックスフラワーと、これキクノフロスティとティアレラ、それだけ。本当ですね。そう、あと 3A はローダン、ローダン、はい、そうなんです。たまたま、これもたまたま、もう 3A、BCD プラス、もう一緒でしょ。一緒ですね。 BCD がほらリーフっぽい感じのシルバー系になってるだけで、シルバータイム、ヘリクリサム、シアンチャニカム、プラチナスカイ、ネモフィラのね、はい、っていうだけでございます。はい、こっちはこっちもそうだ、 3A で BCD プラスがハーデンベルギア。ほんとだ、全部 3A、BCD プラスですね、まあ、丸い鉢、はい、はい、このグラスファイブ結構おすすめしてるんで、まあ、推しなんで、丸、それの資格が今日だったよということですね。 3ABCD プラス、はい、はい、すごいですね、はい、シンプルでね、どれも違う表情に見えるでしょ。全然違う風に見えます、はい、でもこの 3A の、3A にすごい適してるというかね、このローダンセロンが 3A にぴったりなんだと、扱いやすいんだというところを覚えていただきたいなと思いました。はい、ぜひ今日の動画が良かったよという方、グッドボタンとかチャンネル登録とか、そしてオニツーも毎週月木更新してますので、よろしくお願いします。あとインスタグラム、ブログもほぼほぼ毎日更新してますのでね、ぜひ、見ていただきたいなと。あと植物の毎日絶賛販売中でございます、中です、そちらもお忘れなく、はい、それじゃあ皆さん、はい、またねー。チャオ。